さん、ご苦労さん、よっ。
Thank you.
ありがとう。松崎すごいとこだね。あのおばちゃんいなくなっちゃったと思ったらこんなんでできちゃった。ちょっと上がって。名前を去年も来てくれたよね。はい。はい、名前を教えてください。岡原です。宮ヶ原から来ました。何、どっから来た？宮ヶ原。静岡県で一番過疎してるブラックです。宮ヶ原。隣の西伊豆町です。ああ、そうなの。西伊豆町に宮ヶ原ってとこあるんだ。じゃあ、なんだっけ、災害があったのはどこなの？あんたち、あんたちこじゃない。道だけ。道だけ？残念だったな。本当にびっくりしちゃって、来年何が出てくるんだろうね。楽しみだよね。ありがとうな。ただ一つ、彼は約束を破ってます。去年はね、来年は 5人ぐらい連れてくるって言ったの。の来年こそはみんな聞いたね。はい、来年は5人だよ、5人。はい、ありがとうございました。また今年もキレのあるバチさばき、勇壮な大太鼓の響き、今年もすべて魅了されてしまいました。また最後には会場と一体となってファイヤーマンの、岡原さんですか、岡原さんも交えて会場がとても楽しい雰囲気になりました。本当にありがとうございました。さばき連峰太鼓の皆様に皆さん盛大な拍手をお願いいたします。熱のこもった演奏、本当にありがとうございました。本当にその気ならもうちょっと大きな声でやらないと。ありがとう。ただね、これ蒸してね、本当に、若い人も多分死んじゃうと思うんだよね。やりますか。では、何達也、じゃあ やってくれ一つ。実言うと俺もね、非常に疲れててね。もうでもほらね、73人あるし、はい。もう昭和15年だからね、73なのも。じゃあ何人でやる？はい、じゃあ適当に行って頑張って、はい。たっちゃん、けんちゃん。Thank you.
本当に長時間ありがとうございました。もう一度全員あの整列をさせます。実行委員の皆さん、本当に今年は大変でしたね。本当に感謝をしております。お疲れ様でした。ありがとうございました。